京極1一1月26日から2016年2月1日は、日本の政治学者、君党は、君に党、東京大学名誉教授、日本学士院会員、文化功労者、東京大学法学部教授、千葉大学法経学部教授、東京女子大学学長などを歴任した、京都市生まれ、中村中学校四年終了、旧西高知高等学校を経て、 1947年、東京大学法学部卒業。東京大学大学院特別研究生などを経て、1952年、東京大学法学部講師、1954年度、助教授。1965年より、東京大学法学部教授。その後は、千葉大学法経学部教授。1988年から1992年まで。 東京女子大学学長を務めた。1989年指示報奨受賞。1997年12月12日日本学士院、会員。1998年くんに東水報奨受賞。2001年文化功労者。2016年2月1日、老衰のため死去。万92歳没。大学院時代の指導教官は、堀豊彦で、専門は、 政治意識論、日本政治論。統計学や、計量分析を取り入れて、選挙や世論、政治意識を分析し、政治家定論として発展させ、戦後の日本政治を考察した先駆者である。1983年刊行の著書、日本の政治では、日本の政治文化について、建前と本音や、根回し、あるいは、内と外や、義理人情などの言葉を使って考察し、 日本政治の仕組みを人々の生活感覚、秩序像、死生観にまで遡って論じ、大きな反響を呼んだ。マスコミにたまに登場する時のひ々とした佇まいとは異なり、政治学の教師としては極めて厳格で、研究発表の場では鋭い質問でしばしば学生や若手研究者を立ち往生させたという。主な文科生として川人亭主、血の治むのほか、 法学部助取材人中に溶接した荒井恵美がいる。ありがとうございます。